ご主人様のメイド出雲鶴、今回はセーラー服姿で参上しました。セーラー服を着ると新鮮な気分になれますね。いかがですかご主人様、似合っていますでしょうか。ありがとうございます。このようなゾンビのあふれる世界になっても、鶴は常にご主人様と一緒におります。ええ、お任せくださいご主人様。メイドたるもの、たとえゾンビに囲まれようとも問題はございません。この身を犠牲にしてでもお守りいたします。まるでお庭番のようでございますね。そう考えるととてもたぎってまいります。ゾンビなど敵にもなりません。さあかかってきなさい。寝ちゃダメ。似合うでしょ。もう死んでる。邪魔です。はっ、無駄です。あい、行くよ。もう死んでる。あた、熱い。でも寝ちゃ似合うでしょ。もう死んでる。あた、やはっ、あいのうち似合うでしょ。邪魔です。熱い。でもそこ行くよ。地球。いや、もう邪魔で邪魔で。ほ、され。いや、さあ、みんなも一緒に行こう。たまにはおしゃれして思いっきり楽しまなきゃ。あい、行くよ。もう死んでる。ご主人様をお守りするため、容赦なく殲滅いたします。みんなのスタミナがつくものを作るよ。はい、祈りで愛のうち行くよ。さあ、覚悟して王子。ゾンビパニックとはいい。おしよ、そこ、それ。邪魔、邪魔。あ、汚れ、いや、汚れちゃうじゃない。痛いわよ。愛のうち行くよ。せい、邪魔。こうなった。さあ、みんなも一緒に行こう。たまにはおしゃれして思いっきり楽しまなきゃ。ゾンビパニックとは言いますが、これではキリがありませんね。反省しなさい。愛の無知よ。似合うでしょう。さあ、かっこ、みんなのスタミナがつくものを作るよ。はい、祈り定食。めちゃ行くよ。た、た、さあ、みんなも一緒に行こう。たまにはおしゃれして思いっきり楽しまなきゃ。お仕置きよ。めちゃだ、それ。さあ、かっむ、むえっと、お仕置きよ。めちゃだ、行くよ。た、邪魔。む、むえっと、いや、いや、さあ、みんなも一緒に行こう。たまにはおしゃれして思いっきり校内暴力。痛いわよ。あなたたちね、噂の問題児はね、行くよ。さあ、かっ、うわわ、さあ、あ、なんだ。みんなのスタミナがつくものを作るよ。はい、みのり定食。あい、行くよ。邪魔で邪魔。うわわ、さあ、みんなも一緒に行こう。たまにはおしゃれして思いっきり楽しまなきゃ。